すみません、どうもありがとうございました。ちょっと以上をもってですね、短いあれですが対談を終わらせていただきますけれども、ここからも質疑応答に移りたいと思いますので、せっかくの機会ですので、質問のある方というか、ちょっと、話してみたいという方はどうぞ挙手をされた上でですね、お願いできますでしょうか。どなたかいらっしゃいませんか。じゃあどうぞ。はい、こんにちは、はじめまして。こういった席に来るのが初めてなんで、全然素人のものなんですけれども、ちょっと珍しいと思って、そのタイトルに検察捜査の刃が普通の市民に向けられるっていうタイトルが、インターネットで見ましたので、小原さんはインターネットでよく見ておりまして、そういう人と会えるのかってちょっと来てみました。それでそのタイトルだけで僕はすいません、本は読んでないんですが、いつもその冤罪事件とかいろいろインターネットで出まくってますので、昔警察官から不愉快な目にあったような、ありますので、そういうこともあれしてちょっといろいろ興味を持って見るときはあるんですが、ちょっと2点ほどですね、普段何気なくニュース見ながら思っていることをちょっと質問させていただきたいと思うんですが、この質問が適切かどうか分かりませんが、まず法務省っていう映像が出るときですね、いわゆる子供のお城みたいなレンガ造り の建物出ますよね。あれがバンとニュースに出てくるんですね。で非常に、ある映像を何回も見て視覚効果があるなと思いました。ですのでああいうデザインというのはどういう発想から誰が作るのかなと、いつ頃できたのかなという単純な質問が一つ。それからよく最近指揮権発動というんですか、たまにニュースになりますけれども、そうするとよく政治家のコメントなんかが出てきて、検察と司法という絡みの話の中で司法権には介入できないからなどという発言がコメントに載ってるんですけども、私法律なんか全然やったことありませんけども、昔中学の教科書で日本国憲法なんて読んだことありますけど、官末の方の。ただそれから見るとですね、その知識しかないんですが、司法と国会と行政の3つしかないわけですよね。司法、一方行政で、検察っていうのは僕は行政の方の人間だと思うんですね。それはその行政の内側だけでいろいろやり合いが進む話であって、司法とは全然立場の全然違う人間だと思うんですよ。給料の出所も裁判所からじゃないと思うんですね。なのでそういうことを知って国会議員はコメント出してるのかなと。結局マスコミにニュースの出し方がそういうところの定義を曖昧にしたままで、いわゆる文言の線引きが曖昧なままでいろんなニュースとか解説コメントを出しているっていうのが、僕もここ10年前新聞とか見てきてですね、日本のそういう報道のこういうことに関する特殊じゃないかと。で国民は非常に判断とする定義っていうか根拠がよくわからないままニュースを見させられているんじゃないかなと。でそういう張り子の虎のような視覚効果だけがバンと出されると、なんか偉い人たちなんだと、なんか正義の人なんだと。でミニストリーオブジャスティスっていう英語名もあるみたいですけど、私はミニストリーオブローアフェアーズとかした方がよっぽど実態に即してるんじゃないかと思うんですが、法務省の赤レンガって言いますよね、古いところ、あれはある意味では法務検察的に言うと一つの象徴的な建物というふうに思われているかもしれないですね。よく赤レンガというんですよ、建物で。あれをあえて、壊さないで保存をして、法務省という組織は歴史がある伝統がある組織なんだというイメージを、作っているということは言えるかもしれないですね。でもその歴史があり伝統がありっていうのは私は重要なことだと思うんですよ。それは 大切にしていかなきゃいけないことで、むしろ歴史と伝統に恥じないような検察でなければいけないと思うんですね。私はそういう意味で今の検察が赤レンガに恥じない検察だとは到底思えないです。そちらの方が問題だと思いますね。もう一つの指揮権の問題、非常にいい着眼的問題だと思います。私この問題は先ほど紹介した今まで書いた検察の本の中にも再三にわたって書いてきました。指揮権の問題には
マスコミにも世の中の人たちにも大変な誤解があります。その誤解というのは、一つはですね、検察という組織が司法機関のようであって厳密に言うと行政機関であるという、まあ、ヌエ的な存在であるというところに根ざした問題だと思うんですね。司法、準司法機関という言葉を使うこともありますけれども、検察には確かに司法的に非常に重要な機能を果たしていることは間違いないんです。これは実質的に見るとですね、まあ、これがいいことかどうかは別として、検察が起訴した事件は 99.何%有罪です。その現実を見ると、実質ですね、検察の判断が司法機関に近いわけです。日本の世の中ではそれを前提にして、刑事司法っていうのが実質的には動いている。ですからマスコミは検察が起訴した段階で本来は推定無罪の原則があるのに実質有罪と決めつけるような報道をしてしまう。それなぜかというと、現実に 99.何% 有罪になっているということがあると思います。ただですね、それはなぜなのかというと、検察が果たしてきた役割というのは、まず第一義的にはですね、伝統的な犯罪、刑法犯を中心とするですね、伝統的な犯罪、殺人、泥棒、放火、こういう犯罪っていうのは基本的にまず価値判断がいらないわけです。人を殺したんであれば悪い、これ決まってるんです。泥棒は悪い、問題は犯人かどうかという、まさにそういう犯罪実を行ったかどうかが問題なんです。ですからその犯人を捕まえてくるのが警察で、証拠があるかどうかを検察官が判断して、証拠が足りなければさらに証拠も集めて、これで有罪が立証できると思った時に起訴するわけです。そして起訴した以上は有罪立証に向かって突き進んでいく、まさに私が押し相撲と言っている世界です。前に向かってどんどん進んでいけばいいわけです。証拠を収集して有罪立証して、それが伝統的な刑事事件の世界なんです。そしてそういうことをやっていく、それをベースの仕事にしている検察っていうのはですね、これは基本的に検察の内部だけで、外から干渉とか介入を受けないで判断をすることが、やはり社会的に見ても正しい、私もそれは確かだと思うんです、基本的には。というのはそういうですね、価値判断も何も必要ない、証拠と事実認定によって判断すべき事件に外部の有力者がですね、口を出してきて、あいつは可愛いやつだからちょっとお目こぼしてやってくれというようなことを言える、それがまかり通るとすれば、もう世の中の刑事法に対する信頼なんかなくなりますよね。ですからまさにその押し相撲の世界をずっとその経験を積んでやってきた人の集団である検察が自己完結的に判断をしていく、組織の中でいろんなその上司の判断も得ながら、組織として検察官が一体となって判断をする、その結果適切な判断をして、それが最終的には裁判所にも有罪という判決をしてもらうことになって 99.何% 有罪、これはこれでですね、日本の刑事司法の制度というのは決して私は間違ってはいないんじゃないかと思ってやってきました。しかし全ての刑事事件がそうかというとそうじゃないわけです。中には価値判断が必要な事件があるわけです。その典型が例えばライブドア事件です。粉飾決算、確かに上場企業の場合許されないと言っても、それじゃあ証券市場の中で決算書がどれだけ正確に記載されているかということに関してはいろんな問題があります。しかもそれじゃあその証券取引、当時は証券取引法です、証券取引法違反というもの、実はいろんな罰則があっていろんなところで違法行為があります。そういうものの中で、違法行為の中で何が悪質重大だといって処罰すべき、刑罰を適用すべき対象となるのか、ここには価値判断が必要なんです。ですから検察が証券市場の実態とか経済社会の実態とかについて適切な判断をして、これは刑事罰の対象にすべきなんだと自信を持って起
礎っていう判断をすべきなんですね。ところが実際それができているかというと必ずしもそうではない。ライブドア事件にしても、あの事件が強制捜査の対象になったことで翌日の東京証券取引所は全銘柄売買停止になるという大変な影響を受けました。それが一般の刑事事件と違うところです。一般の刑事事件というのは泥棒とか殺人者が逮捕されたり起訴されたりすることはその人にとっては大変な問題ですけども、それは世の中一般に影響を与えるものじゃありません。あくまで個別ケースです。しかし経済社会的な問題、経済的な問題とか政治資金規正法違反とかそういうものはその事件の摘発とか処罰が対社会的な影響を生じさせるんです。ですから検察もある意味では単に検察の内部で司法判断やったんだからそれが正しいんだと、検察の内部で決めたことが全て正しいんだと言えるかっていったらそうじゃない面もあるんですね。だから検察はその組織の内部だけに目を向けるんじゃなくて組織の外にも目を向けないといけない。その外に目を向ける必要がある事件の中にはですね、やはり法務大臣というよりも法務省という行政組織がもっと積極的に関わってもいい事件というのはあると思います。経済事犯も場合によってはそういうようなことも考えてもいいかもしれないし、特にその中でその必要性が高いのが検察が検察の中だけで判断をすることに適さないことが明らかな事件、私はそれが検察の組織内で起きた不祥事、まさに大阪事件の証拠改ざん問題もそうです。あれも組織的な背景を調べるんであれば検察が中で判断するだけでダメです。陸山会事件不祥事はまさにそれです。それはむしろ検察の外の目から見て検察のあり方を正す必要があるし、まさにそういうことについて大事的な責任を負っているのは法務大臣じゃない。ですからこの本の中で最初に対談に登場する小川前大臣があの事件について指揮権を発動することを検討していたというのは全く正しいと思います。そしてまず法務省として検察として行政組織としての判断を国民が信頼してくれるように正しく行うことがまず先決です。でそれがどうしてもうまくいかないときに救済措置として検察審査会というのが用意されているということだと思うんですね。そういう意味でもとりわけこういう事件について法務大臣の指揮権というのは重要だと思いますし、その質問された方が言われるように三権分立ということが考えても行政機関が全て政治的な影響なんか一切受けない、もう中だけで全て決めていいんだということになること自体が確かにおかしい、結論としては確かにおっしゃる通りだと思います。ありがとうございました。他にもう一方ぐらいもしいらっしゃれば、はい、あ、二方ですけど、じゃあ先にじゃあ手を挙げられた方、先生も来た柳沢と申します。2点をお尋ねしたいんですけど、まず陸財会事件なんですけど、なんで小沢さんを対象にしたのかなという点が大事。それから先ほど言いました警察そのものがどう変革していくべきかという点、私は戦後2回あったと思います。第二次世界大戦後に本来ならば警察が相当改革されるはずのものが、この時点で相当甘い形でもってほとんど戦前と同じような形で今回来てと、それがはっきり言って伝統としてきて、で最近になれば先ほど言った経済問題ですけど、これは経済市販というのは非常に複雑になってきてます最近で、これはアメリカなんかは相当セックの方がはっきり言えば法務省なんかに力あって判断委ねてます。ところが日本においては証券取引法というのがありますけれども、これは当然ながら警察よりも弱い立場がね、はっきり言ってあると思うんですね。そういうその今先ほど言いました政治は別としては、じゃあ経済犯については相当広い範囲のものを警察そのものが持つべきなのか、もう少しセックのようないわゆるその経済犯についてはもう少し違った立場でもって、そういうものを判断すべきなのかと、
いう曲がり方に来てるんじゃないかと思うんですけど、それについて2点お尋ねしたい。まず第1点のなぜ検察が小沢さんをやったのか、まあ、最初に西松検察の事件で言えば小沢さん秘書ですね、なぜああいう事件をやったのか、まあ、それについて私もう3年半前からいろんなところで、私なりの見方を述べてきました。まず基本的にはですね、私はあれは特捜部のやり損ない事件だと思います。その特別の政治的な意図を持って西松事件の捜査に着手したんじゃないと思います。で、その西松建設事件がもうあれだけでも本当に失敗でどうにもならないところに来てたことはほぼ間違いないと思います。というのは西松建設というのは、まあ、大手ゼネコンの中でも相当上位のかなりの会社です。あの会社の社長もですよ、たかだか6月以下の懲役っていう、まさに交通違反程度の罰則の事件で逮捕したわけです。それだけでもし終わってしまったら、その外為法事件だけで終わってしまったら、さすがに検察の中でもそういう捜査をやった特捜部に対しては責任を問う声が当然出てくると思います。ですから何とかして出口を求めて何か事件をやらざるを得ない状況にあったことは間違いない。でそこでたまたま選ばれたのがあの小沢事件、小沢氏の秘書の事件だったと思うんですが、しかしあの事件は私はもうずっとあのサンデープロジェクトでもずっと言い続けてきたように全く無理です。もうあんな事件を手掛けたらもうガダルカナルになるのは目に見えてた。なんであんな無茶な事件を手掛けたのか、そこで非常にハードルが低かったことが違うということは、普通だったらあんな事件はやらないけども、まあ大沢の事件だったらいいんじゃないかというふうに考えた人がいるかもしれません。そこはそれはあとは個人的な意向みたいなものが好き嫌いとかですね、あるいは何かその政治的な配慮判断みたいなものがその個人の判断の中で働いていた可能性が全くないとは言えないです。これはもうその中の人間じゃないと分かりません。ただ私はその極端な見方をする人は最初からではその背後にアメリカがいてアメリカの指令のもとに特捜部が動いたんだというふうに言われちょっとそれは違うんじゃないか と思います。ただその後 その2番目の質問に関わってくるんですけども、確かに特捜部という組織の生い立ちを考えてみると何かアメリカの影がちらつく。もともとアメリカに実質作られた組織だったじゃないかと、だからその DNA が残ってるんじゃないかと疑われるのもですね、ある意味じゃ無理はない面もあります。それがあの孫崎さんの方に書いてある昭伝事件、昭伝事件っていうのはかなりアメリカの意向が強く働いてできたばっかりの特捜部がですね、時の総理大臣の辞職につながるような事件をやり、結果的にはほとんど全面無罪というむちゃくちゃな事件です。確かにその時はアメリカの占領下です。占領下ではそういう特捜部の存在というのは極めて政治的であり、しかもアメリカの影響を相当受けていた存在だったことは否定できないと思います。ただ問題はそのサンフランシスコ講和条約以降の検察はどうなのかということですね。私はその確かに戦前の、検察の名残みたいなものも残ってたかもしれないし、それからそのアメリカの影響を非常に強く受けていた特捜部の追い出しというのも影響してたかもしれませんけれども、やはりその日本的な特捜神話、特捜を中心とする検察の正義っていうのはむしろ造船義国で作られたんじゃないかという気がするんですね。これが先ほどの指揮権発動にもつながってくるわけですが、これはもうあの私いくつかの本で書いてる話です。あの造船義国についても世の中には大変な誤解があります。まさに造船義国で時の法務大臣犬飼法務大臣が与党の幹事長を逮捕しようとしていた特捜部にストップをかけた、指揮権発動という形でストップをかけたことで世の中は怒ったわけです。マスコミも怒った、世の中も怒った。検察の正義の世界に薄汚れた政治家が
その土足で踏み込むとは何事かと、それによって検察の正義が阻まれたではないかと、ということで、その政治として絶対やっちゃいけないことをやった事件のようにあの事件が位置づけられる。そして政治は二度と検察に手を出すべきではない。そして逆に汚い政治家に行く手を阻まれた検察と正義に対して多くの国民は圧倒的なシンパシーを感じてですね、それからやっぱり検察の正義をみんなで応援しようというような方向に働いたんじゃないかと思うんです。ところが実はあの事件の経過はそういうことじゃなかったということが、その後どんどんいろんな人の証言によって明らかになり、私はむしろもうその検察が実はあの造船疑惑事件をそういう方向に持っていったんだ、実は検察指揮権発動は、二階本大臣の指揮権発動は検察の一つの策略だったという見方、こちらの方がほぼ定説に近くなったんじゃないかというふうに見ています。要するにあの事件も西松建設事件と同じです。暴走だったんです。むちゃくちゃな事件だったんです。およそあんなもので与党の幹事長なんか逮捕できるわけはないという無茶な筋立ての事件だった。そしてさすがに検察の内部でもこれはちょっとこの辺でやめとくしかないんじゃないかという意見が大勢になりつつあった。しかしあれだけ大騒ぎをしてですね、世の中にこの政治家どんどんやるというふうに期待されていた特捜部がそこで検察が捜査をやめてしまったら世の中から相場審を受ける。そこで検察の中の一部の幹部が時の吉田首相の腹心であったあの指揮権発動っていう、渡辺文幸氏の本の中では緒方武虎っていう人が当時副総理で、その緒方武虎氏に叱るべき人がアプローチして知恵をつけた可能性が強いというふうに言われています。指揮権の発動というやり方がありますと、それによって検察を止めることができます。それもご丁寧に文書でやったらいいですというようなことを言ってくれたそうです。本来そういうやり方はですね、事実上法務大臣がそれはやめときなさいと言えば済むものを、わざわざ文書という形でやらせて、しかも検察がそれを大々的に公表したんです。それによってああいう指揮権発動騒ぎになった。それが検察の正義というものの原型を形作ったというのが私は事実に近いんではないか。それがロッキード事件で、さらに大きくですね、検察の正義というのが社会的に育てられたという面があるんじゃないかと思っています。はい、ありがとうございました。ちょっとこれ時間になってしまいましたので、対談はこれで終了させていただきます。でこの後サイン会を行います。でサイン会を行う前に一旦お二人は退場いたしますので、ここをしましてですね、お二人に大きな拍手を、お願いしたいと思います。